石野陽三の世直し。先日申し上げた通り、17日の木曜日夕方、うちの家内が頭を打って救急車で東和会病院に運ばれた。しかし救急隊員も東和会病院に専門医がいるという確認をせず、また東和会病院も救急隊員に専門医がいないということを知らせず、曖昧なままに東和会病院に救急で運ばれた。私が東和会病院に専門医がいないということが分かったのは、東和会病院に着いてからおよそ半時間のうちである。これ、こういう頭を打って打撲した、脳内出血が起こっているかもわからない、脳の内部が圧迫されているかもわからない、緊急に開頭手術なんかして頭の血を抜くとか、なんとかせんといかんかもわからない、そういうことも想定されんといかんにもかかわらず、救急隊は専門医がいないことを確認せずに、また東和会病院もそういうことを救急隊員に知らせずに救急を受け入れた。私の家内を患者として受け入れた。これ私の家内、今回の場合、軽微なところで検査だけで済んだが、もしか専門医がやっていない検査が不十分ならどういう責任を持ってくれるのか。さらにもっと重大な状態に家内がなっていた場合、専門医としていろんな処置をせんといかん、場合によっては手術をせんといかん。しかし東和会病院には専門医がいない。さらなるもっともっといろんな、悪い状態で処置をせんといかん場合、東和会病院はできない。するとまた他の病院に転送ということになる。他の病院で初めてさらなる悪化の処置をしてもらっても、悪化防止の処置をしてもらっても失われた時間がある。そのために悪化はさらに悪化している、どんどん悪くなっている。場合によってはこのために命を失うかもわからないし、治ったにしても非常に悪い状態で治ることになる。こういうふうに救急隊員も専門医がいるということを聞かず、それから東明会病院も救急隊員に告げず、専門医がいないところに入院して大変な状態になっていて、また転送して初めてまともな専門医の治療を受けるようになった場合、そのために患者が治癒してもより長期に入院するし、より治った結果が悪いし、後遺症が残るし、こういうふうなことについて救急
消防署は責任を持つんか。東明海病院は責任を持つんか。東明海病院も救急車を受け入れてより稼ぎ売り上げを増して稼ぎたいために専門医がいないということを言わずに受け入れている。儲け主義である。病院のそのために患者に後遺症が重大な後遺症が残ったり、治療が遅れて重大な後遺症が残ったり、治療が遅れてより悪化していたりしたらどうするのか。なんぼ損害賠償請求して、なんぼ損害賠償請求して賠償してもらっても患者は元に戻らない。患者の健康は元に戻らない。これどうしてくれるのか。それがと私は東明海病院の良心があるのかを聞きたい。東和海病院の良心があるのかどうかを聞きたい。本当に患者のためを思うならば救急隊に専門医がいないと告げるべきであり、さらに専門医がいないんで最大の場合は最悪の場合は専門医の治療、さらに場合によったら回答するのかどうか知らんけれども、そういうふうな手術もできないということを言うて拒否すべきである。あるいはそういうことを条件でも構わんのなら来てくれというふうに言うべきである。日本の病院は東和海病院のようにみんなそういうふうな病院経営ので利益を上げるためにそういうふうな救急患者の受け入れをしているのかを知りたい。東和海病院には良心のかけらもないと思う。本当に患者のための病院ならば患者に良い検査治療を与えられるという自信があったある時のみ受け入れるべきであって、専門医がいない、専門の治療ができない、検査ができない、そういうふうな状態で受け入れるべきではない。利益第一主義の東和海病院はこれに似たような病院が日本国中にたくさんあると思う。救急隊のやり方の、いわゆる間違ったやり方たくさんある。救急隊のこういう間違いがたくさん日本国中にあるはずであるし、東和海病院のような儲け主義で救急病院、救急というて、患者を受け入れる、そして患者が非常に悪い状態では両手を挙げて専門医がいないからよその病院に行ってください、これ以上はというふうな病院がたくさんあると思う。全国の皆さんに言う、救急車で運ばれるときは必ず専門医がいることを確認して運んでもらうことを、搬入されることを了解するのが良い。専門の、非常に救急医で運ばれるような調子の悪い時に、状態が悪い時に専門医がいないような病院へ運ばれるのはもってのほかである。特に頭とか心臓とか
は研究を要する。研究を要するときに専門医でない治療を受けたり、途中でこれ以上できませんと専門病院へ変わってくださいというような病院に運ばれてはならない。みんな運ばれるときに救急隊員に任さずに、ちゃんと自分で、あるいは付き添いの人が十分に確認した上で搬送されるようにしてほしい。国民のために言いたい。自分の命は自分で守れと言いたい。そういうふうないい加減な救急隊員に任すな。またそういうふうな儲け主義の東和会病院のような病院に利用されるな。自分の命は自分で守れ。運ばれるときは必ず専門医のいる病院へ。看板出しとっても、そのとき専門医がいなかったら、これはもう話にならん。マニュアルにも限られた時間に、適切な医療機関に、まあ、搬送されるというふうに書いてある。適用な、適切な医療機関というのは、専門医の今いない病院ではなしに、今専門医がいて、いつでも対応できる、そういうふうな病院を適切な医療機関という。だから、適切な医療機関にかかる。もう一言言うと、専門医が今いる医療機関にかかる。それを救急隊員に任さんように、それをうまいこと制度を利用する。東和会病院のような病院に、の儲けに利用されんように、皆さんも注意してくださいね。それが皆さんの安全や、皆さんの家族の友人の安全に通ずる。それをお願いしたい。東和会病院も、この私の意見に対して何か言いたいことがあったら、ぜひとも聞きたい。消防にも意見があったら聞きたい。まともな回答はどっちもできないと思う。こういうふうにこの世の中、ぼやっとしたやつや、金儲けの熱心なやつが、皆さんに害を与えている。国民に害を与えている。私は、国民の立場に立って言いたい。皆さんはしっかりして自分で自分の身を守ってほしい。このようなことにならないように自分の身を守ってほしい。